はい、週刊堂の田中でございます。ですね、今日は絵画骨董買取プロ週刊堂の田中でございます。ね、今日会社にちょっとまあテレワーク期間中なんですけど、ちょっと用事があって会社に出てきたら、月刊アートコレクターズというのが新しいのが届いてたので、まあ、これをネタに喋ってみたいと思います。ですね、アートで出かける風景の旅っていう、まあ、特集なんですね。まあ、アートコレクターズっていうのはなかなかいい雑誌でですね、まあ、芸術新潮さんなんかが、まあ、美術雑誌で言ったらね、なんか超メジャーな感じしますけどね。ただ芸術新潮は会社がでかいので、スケールでかい特集が多くてですね、まあ、先々月号はね、週刊堂特集みたいな美人画特集だったのね、みたいな感じですけれども、まあ、それはともかくてですね、アートコレクターズは、まあ、常に美術をコレクションするということに焦点が当たっているので、非常に編集方針が明快でですね、そういう意味では非常にいい美術雑誌ですけども、まあ、全国には置いてないかもしれないですね。そこがちょっと販売力はね、まあまあまあみたいなところなんですけど、内容はすごくいいんですよ。でですね、これで連載結構面白いんですよ、この美術雑誌ちゃんはですね。で、まあ、今月号なぜか薄いんですけどね。まあそれはともかくとしてですね、連載がですね、まあ鹿島茂さんっていう方とかですね、福田和也さんとかね、それからなんだ、山下裕二さんとか、まあそうそうたるメンバーですね、連載しててなかなかいいんですけども、あとまあ田島さんロンギャラって言って策略したかな、ロンドンギャラリーという超メジャーな画廊さんがありますね。画廊といっても古美術の店ですけどね、連載があったりとかですね。で、その最近始めたことも田辺さんのね、連載ね、これ田辺さんとしてはね、我々の美術業界のですね、ゴルフの同好会の会長なんですけど、まあ、非常に軽妙洒脱な会話で知られて、いつも冗談ばっかり言ってるおじさんなんですけどね。まあ、非常に面白いコラムを書いてですね、で、これ今回ね、満を持してですね、大体この、なんですか、まあ、田辺さんが勤めたのは なんだ、小林画廊っていう、ね、ところですね。今もありますけどね。今小林画廊ってでっかいでっかい銀座の店引き払ってですね、ちょっと外れのところにですね、まあ、小林くんって今もう若い僕ら年下の男の子がついてますけどね、まあ、非常に面白い画廊なんですけども、この頃の小林画廊と今の小林画廊って全然違ってですね、小林画廊ってボーンとでかいものボカーンと買う感じですね。例の棺桶に入れてくれって言ったで斉藤良英さんという人が、まあ、世の中で散々ソース感食らったようなことらしいですけど、まあ、その時に、その絵を買いに行ったのは実は小林画廊で、その時のその代理人中か、まあ、なんていうの、まあ、要するにこう、まあ、ニューヨークに自主欲目競り落としたところのですね、まあ、お手伝いしたのがこう田辺さんなんですね。だから例の、まあ、100億だったっけ、これ書いてますけど、ゴッホのイチャガシェの肖像125億、これはクリスティーズね。で、その時にサザビーズのオークションでルノワールのムーランドラギャレット98億で落札したちゅうことをこうしでかしたじゃないしでかしたって言い方悪いよね、なさったのが、まあ、田辺さんご一行だったわけですね。まあこれですね、まあ美術業界のためにどんなこといいことやってでもですね、まあこれ、当時のマスコミですね、大体ですね、美術マスコミっていうか一般のマスコミはさもしいやつが多いんですよ。もう大体ね、なんか人が高いもん買うとね、買い合わせとかディスるの大好き、もうディスり屋さんみたいな人ばっかりですからね。そう言って僕もディスってますねこの日本の買いあさりっていうことですね、まあ叩かれまくったんですね。もう本当にかわいそうですね。で、なんですか、あ、これ面白いこと書いてるんですけどね、その中でテレビ番組のコメンテーターで唯一褒めてくれたのが、まあ
世界的名画がある国に集中するのはその国の経済繁栄が顕著な証で、歴史を探れば当然だと言ったのが池田正夫さんだったっていう話ですね。それから面白いのが、この斉藤良恵会長はですね、死んだら棺桶に入れて一緒に燃やしてほしいなんていうことをね、ドイツのメディアに言ったんだそうですね。それは死んだら棺桶に入れて燃やしてほしいってドイツ人聞いたらびっくりしました。本当に燃やすのがこの日本人ってね。それはそのぐらい好きだっていう意味だったんですよね、もちろんね。でも未だにみんな本当に棺桶に入れて燃やそうと思ってたってね、日本人も信じてる人多いんで、まあ大体ですね、面白おかしく話すんで、まあ逆に言ったら無邪気な人だったというか、脇が甘いっちゃ甘いんでしょうけど、まあそこまでね。まあそれをですね、まあ今も昔も大体そのマスコミっていうのはめちゃくちゃ書きますからね。だからね、ただね、それここの、で、田辺さんの話めちゃくちゃ面白いんですけど、まあこの話もね、きっかけにね、つまり日本人がですね、まあその海外の高い絵を買うっていうのが、なんかどっかアホちゃうかみたいな、そういうその考え方で、今日本人で高いをしっかり買うっていう人がだいぶ、昔に比べたら少なくなってると思うんですけど、どっかもういいものを持つことをですね、まあ日本人全体としてはね、やっかもね、雰囲気ってあるんですよね。特にそれでは、まあ日本の悪平等的なことがあって、いいもの好きな人がいいものを買っていいじゃないかと思うんだけどね。まあ誰かランボルギーニカウンタック乗ったらなんかちょっとパンクさせてやりたいみたいなね。なんかそういうこう横島な気持ちがですね、やっぱ世の中にはこうあってですね、その意を組んでですね、週刊文春とか新潮とかね、なんちょか新聞がこう、まあ新聞あんま書かないか、そんなこと。まあ、ちょっと書いてたんじゃないかな。書くとですね、みんなこう、留飲を下げるわけですよね。なんだ、邪魔ぶるとかね。まあそういう、なんかそういうことでですね、美術品の値段っていうのはこの30年ぐらいでどこ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 下がってね、バブル以来ですね、まあこう失われた20年とか30年とか言われてですね、20分の1とか30分の1になっちゃったって言いますけどね、まあこの斉藤良恵さんのエピソードっていうか、斉藤良恵さんが悪いっていうよりはですね、このマスコミの伝え方で買い漁るとかね、なんかいかにもこうちょっとさもしいみたいなイメージをこうガーンとこう出してですね、なんかちょっとこうそういうことが名誉あることだというよりは、まあ成金趣味だとかっていうふうなこうマインドをですね、こう作ってですね、もう本来だったら美術品収集っていうところに向かった人もなんかそんなのかっこ悪いねっていうふうにね、なったこう原因だったような気がしてですね、今はね、あんまりそういうことを言う人またちょっと少なくなってきたとは思うんですけども、まあそういうこう流れみたいなものっていうのが、まあちょっと、まあ当時できちゃったんじゃないかなっていう、僕はそういう印象を持ってますね。まあ単純に言って美術買うことはいいことなんだっていう考え方ですね。まあ、日本人ってね、お金に向き合うのが結局ね、苦手な民族でですね、そこはね、やっぱなんかこう、どう変えていくのがいいんだろうっていうね、そこすごく大きなテーマでですね、まあこれなんかその大きなテーマの中のこの1エピソードじゃないかと思いますけどね。で、この話ってやっぱ田辺さんのとっておきの話だと思うんですけど、田辺さんはね、その話いきなり書いちゃうんじゃなくて、こう何回目かに書くんだっていうようなことをおっしゃっててね、とうとうお書きになったなということでですね、大変良かったんじゃないかなと思います。これからもですね、面白い連載が続くと思います。期待しております。ですね、このタイトルのね、この「古今亭マクロ話」のこのタイトルね、ちょっとね地味なんでね、ちょっと正直言うとこれこのマークでね、ちょっと読み飛ばしちゃうんですよね。なんかこう僕はねタイトルねでかくした方がいいんじゃないかと思います。この私の福田和也さんみたいにね、なんかこうちょっとこうなんだろう、なんか面白い話読めるよって感じが、もうちょっとバチッとね、なんかガチッとこう気を引くようなね、こうなんだろうね、タイトルにした方がいいんじゃないかと思うんですけどね。わ、なんか
なんとなく読み飛ばしたんですよね、このマークで。こっちのほら、川崎さんのアートコレクターやめられるのは、こっちのなんかほら、キャッチじゃないですか。なんかもうちょっとキャッチにした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、余計なお世話かもかんないですね。余計なお世話どうもすみません。ということで、まあちょっとベラベラ喋ってみました。ありがとうございました。